にちは。スピリチュアルの女神です。ツインレイ同士をつなげるテレパシーが知りたい方へ。ツインレイ同士は一つの魂として存在してました。言葉を交わさなくても相手の気持ちがわかります。それはテレパシーが存在するからだと言われていますが、テレパシーとはどんなものなのでしょうか。二つになった魂はそれぞれ輪廻転生を繰り返し、この世で生まれる時代や環境も異なることから、ツインと巡り合う確率はかなり低いと言われています。それでも奇跡的にツインと出会うことがあるなら、魂レベルで深く共鳴し合うことができる最高のパートナーとして共に生きることができるのです。脳と脳がコミュニケーションするという考え方から、多くの科学者がテレパシーに関する研究を行っています。テレパシーは誰でも持つ能力だと言われていますが、それを使うにはトレーニングや能力開発が必要となります。それはテレパシー開発方法のセミナーや書籍もたくさん出回っていることでもわかると思います。ツインレイ同士はもともと一つの魂だったので、相手の言いたいことや考えていることが何でも分かってしまうというのがツインのテレパシーです。それだけではなく、例えば頭が痛いなど体調が悪い時は、自分も同じような症状に陥るなど肉体的なことまで察知することもあります。これは魂の深いつながりがあるからなのですが、同じ痛みを感じるというのは一般的に考えられている。テレパシーとは少し違うかもしれません。テレパシーといえば超能力などの能力開発によって身につけるものだと思う方も多いかもしれませんが、ツインレイ同士のテレパシーは自然な形で送受信されます。意識して強く念じたりすることはありません。無意識下で相手にテレパシーを飛ばしている。一つの魂が二つに分離しているのですから、最初から深いところでつながっている存在、言ってみればもう一人の自分自身であると言えます。別々な場所にいても言葉を交わさなくても相手の考えや行動がわかるのも自然なことなのですが、実は無意識下で相手にテレパシーを飛ばしていると考えられています。愛が深まるにつれて、感情など精神的なことだけではなく肉体的な痛みなどもわかるようになり、それが自分自身の痛みとして感じることもあります。ツインレイ同士のテレパシーは相手の思考や感情が体感でわかることがあります。例えば悲しい思いをしているときは寒くなって体が震える、苦しいときは脈が速くなり動悸がするなど、体に感じる様々なことから今の相手の状態が分かってしまうのです。これは先に書いたツインの痛みを感じるということに共通しているかもしれませんが、全てのエネルギーが同調し共鳴し合っているので当然のことかもしれません。ツイン霊のテレパシーはどんなもの？ツイン霊同士が同じ時代同じ場所で再会することは奇跡に近いことなのですが、目の前に現れた人がツイン霊だった時、それをテレパシーで察知します。しかしそれはこの人がツイン霊だという確かなものではなく、なんとなく感じるものです。例えば懐かしさに似た感情であったり、相手の感情が自分と同化したように思えたり、そんな不思議な感覚、相手が自分に特別な存在であるということがわかる、それがツイン同士のテレパシーと言えるものなのです。一つの魂が分かれたツインレイ同士は男女一対となっています。ツインレイ同士がこの世で再会した時、最初にテレパシーを送るのは男性と言われています。
ただテレパシーを送っているという意識はありません。初対面であるにもかかわらず居心地の良さを覚えたり安心感があったりするのは無意識化で、それがツインレイだからだと分かっているからです。男性側の魂は自分が片割れであることをアピールするためにじっと見つめたりしながらテレパシーを送り続けます。そのうちに相手が心から離れなくなり、会っていない時間でも今頃彼女はどのように過ごしているかということまでわかるようになります。そして相手がツインレイであることを確信するのです。ツインレイの女性側は最初のうちは男性側から発せられるテレパシーにあまり気づくことはありません。出会いの時は一緒にいて楽しい人ではくらいの軽い気持ちしかありません。男性側のテレパシーに気づくのは付き合い始めてからかなり時間が経ってからです。なんでそんなに自分のことがわかるのだろうと不思議な気持ちを抱くようになり、徐々に分かってくるという感じでしょうか。女性側の魂がツインだということを確信することでテレパシーの共鳴が始まります。お互い別々の場所にいるのに同じことをしていたり同じものを食べていたりしていたりする、そういうことはツインレイ同士にはよくある話です。後になって同じ時間に同じことをしていたと分かった時にはすごい偶然だねと言い合って感動するのが、これがテレパシーの共有ということです。またいつもそばにいなくても言葉を交わさなくても無意識化でこれからこの場所に行くよということをテレパシーで送っているので、それをキャッチした方はどこにいるのかなんとなくわかるということになりかす。これもテレパシーを共有しているということになります。ツインレイ同士のテレパシーは愛が深まるにつれて強くなっていきます。言葉にしなくても相手のことがよくわかるようになり、すべてはお見通しという状況に、相手に隠しておきたいと思うことでも隠しておきたいと思っていることとしてわかるので、時には喧嘩の原因になることもあります。また分かっていてもあえて言わないでいても不安や嫉妬に悩まされることがあり、それが原因でうまくいかなくなることもあります。ただツインレイとこの世で出会うことの意味は無償の愛を学ぶことです。いろいろな試練を乗り越えながらお互いの存在を認め合い慈しみ合うことができたなら、安心感と信頼感に守られたテレパシーは最強になります。ツインレイ同士の魂のつながりは本当に深いものなので、一般的に考えられているテレパシーとは少し意味合いが違うかもしれません。意識して送受信するものではないので、能力開発などとは無縁なものです。ツインレイのテレパシーは二人の間に自然に存在するものだと言えるのではないでしょうか。今長く一緒に過ごしているパートナーがいる方はなんとなく相手のことが分かってしまうのよねと不思議思えたりした時は、もしかしたらツイン同士はテレパシーで会話しているのかもしれませんね。以上いかがでしたでしょうか。皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。